薬害教育の取り組み。悲惨な薬害事件を二度と繰り返さないために、国は医薬品などに関わるすべての人々に薬害について学び考えていただく薬害教育を推進しています。これまで日本では様々な薬害が繰り返されてきました。厚生労働省の薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政の在り方検討委員会がまとめた2010年4月の最終提言には、次のような厳しい指摘がございました。1点目は、医薬品行政に携わる者の本来の使命は国民の生命と健康を守ることであり、命の尊さを心に刻み、高い倫理観を持って医薬品の安全性と有効性の確保に全力を尽くすとともに、不確実なリスクなどに対する予防原則に立脚した迅速な意思決定が欠かせないとの指摘です。2点目は、薬事行政に関する上記指摘は製薬企業にもそのまま当てはまり、特に予防原則を基本として国民の生命健康の安全を第一に、迅速な意思決定と行動が取られるべきことは製薬企業にも強く求められているとの指摘です。この基本的な考えに沿って、最終提言では薬害教育の重要性が提言されています。これを受けて2010年7月に設置された厚生労働省の薬害を学び再発を防止するための教育に関する検討会では、薬害被害者、学識経験者などの参加を得て、薬害教育の推進方策について検討が重ねられ、学校向けの教材である薬害を学ぼうの配布や研究、証言映像の撮影などの取り組みがなされています。薬害の歴史展示室では、薬害を学ぼうや被害者の証言映像をはじめ、過去の薬害事件について学ぶことのできる資料を展示しています。ご来訪の皆様がこれらの展示資料から薬害の再発防止について一人一人考えてくださることを希望しています。薬害に関する歴史を年表でご紹介します。1950年頃から2022年までにおける医薬品などによる甚大な健康被害の歴史と主な制度改正の歴史を示しています。はじめに、医薬品などによる甚大な健康被害の歴史について年代の古い順からご説明します。1948年から1949年にかけて、ジフテリア予防接種による健康被害が発生しました。被害者は924人で、うち死亡者は83人でした。企業の製造ミスが原因で、ワクチンにジフテリア毒素が残っていたことによるものです。1953年頃から1970年頃にかけて、キノホルム製剤によるスモンが発生し、被害者は1万人以上でした。1979年に和解となりました。1958年頃から1962年頃にかけて、サリドマイドによる胎児の障害が発生し、被害者はおよそ1000人でした。1959年頃から1975年頃にかけて、クロロキンによる網膜症が発生しました。亜熱帯熱帯地域に多い感染症であるマラリア治療のために開発されたクロロキンという薬を使った人に、目が見えにくくなるなどの症状が起こりました。製薬会社が薬の危険性について注意を払っていれば、被害を最小限に食い止められたかもしれません。1973年頃に解熱剤による嗜糖菌短縮症が発生し、被害者はおよそ1万人でした。乳幼児期に熱を下げる薬などがみだりに筋肉注射されたことで、膝が曲がらないなどの被害が全国的に起きました。被害者は年齢が進むとともに、毎日の生活行動に苦しんでいます。1988年頃にかけて、
血液製剤による HIV 人免疫不全ウイルス感染が発生し、被害者は1400人以上でした。主に出血時に血が止まりにくい病気である血友病の患者が止血や出血予防の薬として使用していた非加熱血液製剤に HIV が含まれていたため、多くの血友病患者が HIV に感染しました。製薬企業は薬の危険性を知りながら販売を続け、国は HIV 感染防止の有効な対策を取らなかったことで被害が拡大しました。これが薬害エイズと言われるものです。なお、非加熱血液製剤とは、血液などを原料とする薬で、加熱して滅菌処理をしていないものです。HIV 感染のような悲惨な被害を再び発生させないように努力する決意を明記した誓いの日は、厚生労働省の敷地内に1999年8月24日に建立されました。1964年頃から1994年頃にかけて、血液製剤による C 型肝炎ウイルス感染が発生し、企業の推計によると被害者はおよそ1万人でした。出産や手術の際に止血剤として使用された血液製剤に C 型肝炎ウイルスが入っていたため、多くの人がウイルスに感染し、慢性肝炎や肝がんなどの病気になりました。製薬企業の製造責任は重く、国は甚大な被害の発生拡大を防止できませんでした。1970年代頃から陣痛促進剤による被害が発生しました。陣痛促進剤による胎児の死亡や重度の脳性麻痺、母親が死亡するなどの被害が起きました。薬の効き具合の個人差が大きいにもかかわらず、適切な使用方法が徹底されなかったことなどが原因と言われています。1989年から1993年にかけて、 MMR ワクチン接種による無菌性髄膜炎が発生し、被害者はおよそ1800人でした。はしか、おたふく風邪、風疹を予防する MMR ワクチンの接種により、多くの子どもが無菌性髄膜炎などを発症し、重い後遺症や死亡などの被害も発生しました。無菌性髄膜炎とは、ウイルスにより脳の膜に炎症が起こる病気です。製薬会社が国に報告していない薬の作り方をしていた、国の監督が不十分だったなどと指摘されました。1980年代後半以降、1997年頃にかけて、ヒト乾燥硬膜の使用によるプリオン感染症であるクロイツフェルト・ヤコブ病が発生し、被害者は141人でした。ここまで医薬品などによる甚大な健康被害の歴史を紹介しました。個別の薬害の詳細をパネル動画で紹介しています。ご覧ください。次に、主な制度改正の歴史についてご説明します。1960年に新薬事法が制定されました。第二次世界大戦後の1948年にも旧薬事法が制定されましたが、戦後の医薬品の飛躍的進歩を踏まえた抜本的制度改正が1960年に行われました。改正の内容は、薬局・医薬品の製造業等の許可制の創設や、医薬品には封をしたり製造番号などを表示しなければならないルールの創設などです。なお、現在では医薬品・医療機器等の品質・有効性及び安全性の確保等に関する法律という名前に変わっており、通称医薬品・医療機器等法や薬機法と言われています。1967年、医薬品の承認ルールが厳格化されました。1979年、キノホルム製剤によるスモンの発生やサリドマイドによる胎児の障害などをきっかけに、医薬品の副作用による健康被害について、医療費や障害年金などを支給する医薬品副作用救済制度が創設されました。
1996年、企業の副作用報告義務を法律に規定しました。2002年、血液製剤などの生物由来製品の安全対策が強化されました。2006年、危険ドラッグ規制が導入されました。2013年、医薬品・医療機器などの安全対策が強化され、また一般用医薬品のインターネット販売が解禁となりました。2020年に独立の立場から医薬品等行政の監視・評価を行う医薬品等行政評価・監視委員会が設置されました。ここまで主な制度改正の歴史を紹介しました。こちらはサリドマイドによる胎児の障害に関するパネルです。1950年代以降、依存性の少ない鎮痛睡眠剤として開発されたサリドマイドを含有する医薬品を妊娠初期に服用した母親から、手、足、耳、内臓などに障害のある子どもが生まれました。2020年2月末現在の和解者数はおよそ300人です。こちらは公益財団法人礎提供のサリドマイドの影響を受けた被害者の写真です。日本では1960年代前半を中心に被害が発生しました。こちらはサリドマイドを含有する医薬品の広告で、1960年10月16日の朝日新聞です。癖にならないや安全と謳われ、1958年から日本で販売されました。1961年11月にはドイツの研究者がサリドマイドの危険性について警告しましたが、国はこの警告を科学的根拠に乏しいとして販売中止などの措置を取らず、企業も販売を継続した結果、実際に販売停止と回収措置が始まるまでに10ヶ月を要しました。一般市民を前に被害の苦しみと怒りを訴える被害者について報じる1973年12月8日の産経新聞です。1960年代から製薬企業、国を被告とした訴訟が各地で提起されました。和解確認書に調印する様子について報じる1974年10月14日の東京新聞です。訴訟が最初に提起されてから11年後の解決となりました。この教訓と対応として、有効性・安全性に関する承認の厳格化、情報収集体制の強化、回収措置などの規制強化の3点が掲げられています。1点目、有効性・安全性に関する承認の厳格化。日本も含め当時の薬事規制は、偽薬・不良薬品の取り締まりが基本的な目的で、承認前に有効性・安全性の評価がデータに基づく形で厳格には行われていませんでした。このことから、1963年以降、承認審査資料を厳格化し、1967年には体系的に明確化しました。また1979年の法改正で、臨床試験の試験成績などの資料の提出を法律上の義務としました。2点目、情報収集体制の強化。諸外国からの安全性情報が系統的に収集・評価されず、承認審査や安全対策に生かされなかったことから、1967年に製薬企業に新薬品の副作用情報の報告を義務付け、1972年からは国際医薬品モニター制度に参加しました。3点目、回収措置などの規制強化。販売停止と回収措置の決定までに時間がかかり、回収措置も徹底されなかったことから、
1979年の法改正で、保健衛生上の危害発生、拡大防止のための販売などの停止命令、承認を取り消された医薬品などについての廃棄・回収命令を規定しました。ここまでサリドマイドによる胎児の障害に関するパネルをご紹介しました。こちらはキノホルム製剤によるスモンの発生に関するパネルです。1950年代から70年代にかけて整腸剤として販売されていたキノホルム製剤を服用した方に、全身のしびれ、痛み、歩行困難、視力障害などを症状とするスモンが発生しました。スモンとは亜急性視神経脊髄末梢神経炎の略で、2020年2月末現在の和解者数はおよそ6500人となります。こちらはノバルティスファーマ株式会社提供の当時流通していたキノホルム含有製剤の写真です。1970年9月8日に販売中止となった時点で97社172品目の製剤がありました。1900年頃スイスで傷薬として販売され、日本にも輸入されていました。アメリカでは1961年にキノホルム製剤の適用症がアメーバ赤痢に限定されるなど、その治療においても服用量、服用期間が相当程度に制限されていました。しかし日本では国が1936年に劇薬指定しましたが、1939年には取り消し、戦後整腸剤として店頭で広く販売されていました。こちらはスモン全国会議提供のスモンの影響を受けた被害者の写真です。1955年頃から各地でスモンとみられる症状を訴える患者が出現しました。重症になると寝たきりになる患者も多く、スモンは家族全員を巻き込みました。1969年に厚生大臣、現在の厚生労働大臣が組織したスモン調査研究協議会の研究班では、患者数は1万1007人と報告されました。こちらは被害者の自殺を伝える1969年11月20日、同年10月31日及び1970年2月6日の朝日新聞です。当初は症状の原因をウイルスと考える説が有力だったため、偏見・差別を恐れた被害者の中には死を選ぶ方もいました。こちらは裁判期日当日の京都地裁前の様子を報じた写真で、1973年6月13日の毎日新聞です。1971年から製薬企業と国を被告とした訴訟が全国の27地裁で提起されました。その後1979年に和解確認書に原告、製薬企業、国が調印しました。この教訓と対応として、副作用による健康被害の迅速な救済、承認制度の厳格化の2点が掲げられています。1点目、副作用による健康被害の迅速な救済。被害救済のために訴訟を提起したが、被害者側に立証責任があるなど訴訟は困難を伴い、救済されるまでに長い期間を要したことから、医薬品の副作用による健康被害に対し、医療費、障害年金などの救済給付を迅速に給付する医薬品副作用被害救済制度を創設し、1980年から業務を開始しました。2点目、承認制度の厳格化。新薬ではない古くから使われている医薬品が重大な副作用の原因となったことから、1979年に法改正を実施しました。本改正により、日本薬局法収載品目も原則として承認の対象となり、承認拒否事由の明確化や再評価制度の法制化を行ったほか、保健衛生上の危害発生、拡大防止のための販売などの停止命令、
承認を取り消された医薬品などについての廃棄・回収命令を規定しました。ここまでキノホルム製剤によるスモンの発生に関するパネルをご紹介しました。こちらは気化熱血液製剤による HIV 感染に関するパネルです。1980年代以降、 HIV が混入した気化熱血液製剤である血液凝固第8因子製剤および血液凝固第9因子製剤を使用した血友病患者を中心に HIV 感染が広がりました。 HIV とは人免疫不全ウイルスの略で、エイズ、後天性免疫不全症候群を引き起こします。また血友病とは、血液を固まらせるタンパク質が先天的に足りず、出血した場合の止血に時間がかかる病気です。2020年2月末現在の和解者数はおよそ1400人となります。こちらは一般財団法人化学および血清療法研究所提供の気化熱血液製剤の写真です。1970年代以降、アメリカなどの外国由来の気化熱血液製剤が流通しました。これは日本の国内血ではなく、外国の多人数の媒血血液をプールして製造されており、ウイルスが混入する危険性がありました。これが国立感染症研究所提供の HIV のウイルス粒子の写真です。 HIV 感染により免疫不全が生じ、日和見感染症や悪性腫瘍などの病気が発生した状態をエイズと言います。エイズパニックと呼ばれた社会の混乱を報じる1987年1月18日および同年1月21日の読売新聞です。感染の原因や発症後の症状などについて誤った情報が広がり、被害者は偏見や誤解、差別により何重もの苦しみを受けました。和解調印を報じる1996年3月29日の読売新聞です。1989年以降、大阪地裁、東京地裁において訴訟が提起され、7年後の1996年、原告、製薬企業、国の間で和解となりました。この教訓と対応として、承認審査体制の再構築、生物由来製品の規制強化など、血液行政の見直しの3点が掲げられています。1点目、承認審査体制の再構築。欧米の最新の情報、治験データなどが国内での審査に有効に生かされていなかったことから、国内で販売する医薬品と成分が同一性を有する医薬品について、外国で回収などの措置が行われたことを製薬企業が知った場合に国への報告を義務付け、1997年に施行しました。また承認審査迅速化のため、審査事務を1994年度より順次、医薬品副作用被害救済研究振興調査機構などに委託し、この委託先機関は後に PMDA として再編されました。2点目、生物由来製品の規制強化など、より安全な製剤などへの切り替えの遅れや感染による健康被害の発生に対応する必要があったことから、トレーサビリティ確保のため、生物由来製品の製造販売業者、医療関係者の記録保存義務を規定し、2003年に施行しました。また生物由来製品による感染被害救済制度を2004年に創設しました。3点目、血液行政の見直し。血液行政の抜本的改革が必要であったことから、2002年に採血および凝血斡旋業取締法を、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に抜本改正し、国内自給の原則
及び売却の禁止が法律で規定されました。ここまで気化熱血液製剤による HIV 感染に関するパネルをご紹介しました。こちらはフィブリノゲン製剤などによる C 型肝炎ウイルス感染に関するパネルです。1964年から1994年頃にかけて、特に1980年代後半を中心に肝炎ウイルスが混入した血液製剤であるフィブリノゲン製剤や血液凝固代給因子製剤の使用を受けた方が C 型肝炎ウイルスに感染しました。肝炎ウイルスとは血液を介して感染するウイルスで、肝臓の細胞が破壊された状態である肝炎を引き起こすもので、慢性肝炎の発症だけでなく肝がん、肝硬変により死亡する方もいました。この1964年から1994年頃という期間は、有効なウイルス不活化処理がされた新たな製剤が承認されるまでの期間になります。2020年2月末現在の和解者数はおよそ2400人となります。日本製薬株式会社提供、1960年代以降に販売されたフィブリノゲン製剤などの血液製剤の写真です。出産時などの大量出血の際に止血剤として広く使用されていました。1964年の製造承認当時の承認審査資料の中には、当時の基準は満たしているものの試験の詳細の記載がほとんどないものもありました。またその後、過去に承認された医薬品について有効性、安全性を改めて評価する再評価制度が始まったにもかかわらず、本製剤については1976年に名称変更が行われたことを理由に対象とされませんでした。1977年にはアメリカでフィブリノゲン製剤は承認取り消しとなりましたが、日本では海外の承認取り消し情報につき収集伝達が十分行われなかったため、特段の対応が取られませんでした。また適用外である投与を含め不必要と思われる投与が行われることも少なくありませんでしたが、製薬企業に対し安全性についての情報を医療現場により丁寧に周知させるための国からの指導などは行われませんでした。こちらは青森の集団感染を報じる1987年4月18日の毎日新聞です。前年から発生した他地域での症例を企業も把握していましたが、国への報告は遅れました。また国は報告を受けた後も非加熱製剤の廃棄・回収命令などの措置を講じず、企業に非加熱製剤の自主回収を指導したにとどまりました。こちらは訴訟を報じる写真で、2007年3月28日の朝日新聞です。2002年から国と製薬企業を相手方として各地で訴訟が提起されました。被害者は C 型肝炎ウイルスへの感染、肝炎などの発症といった直接的な被害にとどまらず、肝炎の治療による激しい副作用など間接的な被害にも苦しみました。一律救済を報じる2007年12月24日の読売新聞です。訴訟提起から5年余りを経て、被害者の早期一律救済のため議員立法により被害者への給付金などを定める特別措置法が成立し、政府は被害が生じその被害の拡大を防止しえなかったことについての責任を認めました。今なお未救済の被害者がおり、現在も PMDA において給付金支給の手続きが継続しています。この教訓と対応として、医薬品の安全管理の強化、情報収集体制の強化、施策の実施状況の評価及び監視の3点が掲げられています。
1点目、医薬品の安全管理の強化。製薬企業が一部変更承認申請を行わずにウイルス不活化処理方法を変更するなど、安全対策に十分な注意を払っていなかったことから、製品に対する責任を負うものとして製造販売業者を法律に規定し、許可要件に市販後の安全管理体制の整備などを定め、2005年に施行しました。また医薬品リスク管理体制を強化するため、リスク最小化計画を含めたリスク管理計画である RMP の策定指針を示し、2013年度より適用となりました。2点目、情報収集体制の強化。製薬企業から副作用の状況を適切に収集できなかったことから、病院、薬局などから国への副作用報告を規定し、2003年に施行しました。3点目、施策の実施状況の評価及び監視。一定の情報を得ながら保健衛生上の危害の発生拡大防止のための施策に適切に反映できなかったことから、薬害肝炎事件の検証委員会が再発防止策を提言し、これを受け医薬品等行政評価監視委員会を設置しました。ここまでフィブリノゲン製剤などによる C 型肝炎ウイルス感染に関するパネルをご紹介しました。